小林健一郎4月9日体は日本の作曲家、指揮者。愛称は小馬県、通称炎のマエストロ。福島県岩城郡小名浜町生まれ、高校の体育教諭の父、正武と小学校教諭の母、清子の長男として生まれる。父親は若い日に音楽家になることを目指したが挫折。家には多くの楽譜や音楽書籍があった。 小学校低学年の頃、両親に連れられて行った演奏会で初めて、ベートーベンの公共曲第9番を聴いて感動し、父親の持っている楽譜を見ながら、独学で楽天の勉強を開始。小学5年生の時には、石川拓木の短歌、東海の小島の磯の白車に割れ泣き濡れて、ガニと戯るによる、ピアノ伴奏付きの歌曲を作曲するほどの腕前になる。音楽だけではなく、 スポーツや学業も優秀だったといい、本人団によると三段飛びの剣の記録を持っていた。ほか、100メートル走で11秒台の記録も持っていたという。当初はピアノを東京芸術大学の先輩でもある、岩き市在住ピアノ講師の若松岸子に指示していたが、彼女のアドバイスにより死亡変更に至る。福島県立岩き高等学校を経て、 東京芸術大学作曲家に入学。しかし、小林にとっては、ベートーベンや、ブラームスや、バルトークたちの書いたような音楽こそが、真意の音楽であり、当時流星だった、前衛音楽には激しく違和感を覚えたため、作曲の道を諦めて演奏家を志すようになる。卒業作品として、バルトーク風の還元楽曲を提出して作曲家を、卒業後、 同大学に再度入学し、改めて指揮科を卒業。作曲を、石桁新霊生、指揮を、山田和夫、渡辺明夫に指示。1974年第1回ブダペスト国際、指揮者コンクールに、年齢制限ギリギリで参加。締め切りを過ぎていたが、当時のハンガリー大使、し、トクラの手配で主催者から許可を得た。参加にあたっては、同じ石桁新霊制門下として、 作曲家在学当時、親しかった、芥川真澄に相談。東欧の音楽事情に詳しい芥川康氏から、数々の助言をもらったという。第1位、特別賞を受賞。ヨーロッパのオーケストラを多数指揮し、プラハの春、アテネ、ルゼルン音楽祭などの音楽祭に出演、指揮をする。アムステルダムフィルハーモニー管弦楽団主席指揮者を、 足がかりとして欧州で活躍し、ハンガリー国立交響楽団では、グスタフ・マーラー以来二人目の外国人として、常任指揮者、音楽総監督兼常任指揮者を務めた。また、ネーデルラントフィルハーモニー、管弦楽団常任客演指揮者、チェコフィルハーモニー管弦楽団客演常任指揮者も、歴任し、2006年から2007年シーズンにより、オランダのアーネムフィルハーモニー、 関元楽団常任指揮者、及び、また部ハンガリー公共楽団の主席客演指揮者も、務めている。日本での活動は、東京公共楽団、東京都公共楽団正式者を皮切りに、京都市公共楽団常任指揮者、日本フィルハーモニー公共楽団主席指揮者、常任指揮者、主席客演指揮者、音楽監督、警官指揮者関西フィルハーモニー、 管弦楽団主席客演識者、九州公共楽団主席客演識者、名古屋フィルハーモニー公共楽団音楽総監督、音楽監督、読売日本公共楽団特別客演識者などを歴任している。1999年に日蘭交流400年の作曲を一択され、管弦楽曲、パッサカリアを作曲、ネーデルランドフィルを自ら指揮をして初演。2002年には、 プラハの春音楽祭のオープニングコンサートにて、東洋人として、初めて、チェコフィルハーモニー管弦楽団を指揮して登場。スメタナの公共詩、我が祖国を演奏し、全世界に同時中継される。2007年以降毎年大晦日に行われている、ベートーベンの全公共曲を演奏する、ベートーベンはすごい。全公共曲連続演奏会において、 ロリン・マゼールが単独で指揮をした2010年を除き、毎年全曲単独で指揮している。最初に担当したのは2006年12月31日、公共曲第7番を指揮。2007年3月と2009年3月に、日本フィルとアーネムフィルの合同演奏会を開催。サントリーホールで、総勢180名の合同オーケストラを指揮。2009年5月に、 東京都交響楽団第681回定期公演に出演。スメタナの我が祖国を指揮。約24年ぶりの都教主催公演への出演であった。26日サントリーホールでの公演はオクタビアレコードより CD 化された。なお、本来は2008年10月に出演予定だったが、東京文化会館のダブルブッキングにより延期された。 2011年3月26日に、東北地方太平洋沖地震の影響により、来日できなかったユベールスダーンの代役として、東京交響楽団第587回定期演奏会に出演。モーツァルトのレクイエム k 6 2 6及び、ベートーベンの交響曲第3番、英雄を指揮。開演に先立ち指揮者、オーケストラ、聴衆によって黙頭が行われ、 モーツァルトのレクイエムより、涙の日は、震災犠牲者に捧げられた。読唱は、森牧、竹本節子、福井隆三原強氏根性合唱は、東京コーラス。演奏会終了後は、自ら演ビ服姿のままで募金箱を持ち、被災地への支援を呼びかけた。2012年7月1日より、東京文化会館の音楽監督に就任。 近年の注目すべき活動として、チェコフィルハーモニー還元楽団とのベートーベンチクルスが挙げられる。ベートーベンの公共曲全集は、ハンガリー国立公共楽団と録音を完結したものの、発売を許可せずお蔵入りになった経緯があり、チェコフィルとの録音は満を持たしてのプロジェクトである。2019年4月1日より、群馬公共楽団のミュージックアドバイザーに就任。 ありがとうございます。